ということで上高地にやってきました。タクシーかバスでしか来れない場所です。乗っちゃってますね。はい、私まだこの楽しみ方は分かってないので聞き取りしながら行ってみましょう。路線バスの乗り場、インフォメーションセンター、トイレの奥に喫煙所があるみたいです。ちょっと一服してから行きましょう。現在地はここですが、お客様はですね、大正池結構掘ってこのところに下ろしてきました。かっぱ橋が見どころみたいなので、ここに歩いて5分みたいなので、ね、行ってきたいと思います。はい、お高連峰ということで、前に見えるのはそのようです。まあ、ちょっとどれがどれだか分かりません。うん、マイナス4。かなり涼しいです。半袖で歩いてちょうどいいぐらいですかね。汗はかかないけどでちょうどいい感じでです。気持ちいいですね。走りきたよね。全然揺れません。ちょっとだけ揺れてますね。ホテルもあるみたいですね。11月の15日までらしいです。自販機の値段は通常の値段と変わりません。
ビールだけね、ちょっと高め、アルコール類もね、ちょっと高めに。トイレはね、チップ製になってるみたいです。100円をここに入れてくださいということです。